勘のいい方はそろそろ気づかれたと思います。さらに勘のいい方のお帰りになるのを少しだけお待ちください。いいですか、誰も動かないでくださいね。実はですね、今日ここでのワンワン探す公演、これは神戸動物王国さんのご厚意でこの場所をお借りしているだけなんです。出演料交通費一切ございません。そして何よりもワンワン探す現在37頭のワンちゃんサーカスに所属しているんですが、そのうちの約3分の1のワンちゃんは実は捨て犬だったり保健所から保護されてきたワンちゃんたちなんです。皆さんここまで言えばもうなんとなくお分かりいただけたと思います。ですがこれはですね、決して強制ではございません。今日ここでのサーカス見て何か一つでも心に残った、これからも頑張ってね応援していただける方は次の最後の演技が終わってからで結構です。皆さんの温かいお気持ちをこちらの方入れていただければと思います。ですがその際に1点だけ注意点がございます。今日はシルバーウィークの初日ということもあって、小さいお友達がものすごくたくさん今日はですね見に来てくれてます。時々小さいお友達が自分のお財布の中から100円200円持ってきてくれる子がいるんですけど、これはですね絶対にやめてください。僕にも子供がいます。みんながどうやってお小遣いを貯めてるのかよく分かってますね。お父さんお母さんのお手伝い一生懸命して貯めた大事なお小遣いです。それは大事に使うようにしてください。その代わり今日はお父さんお母さんから紙の方を折りたたんでこちらの方を持ってくるようにしてください。先日この話をしたら折りたたんだレシート持ってきた子がいました。お父さんお母さん嘘を教えるのはやめましょう。いいですか、分かったかな。じゃあ分かったお友達は元気よく手を挙げてください。分かったお友達、はーい。1000円2000円3000円4000円5000円6000円7000円、よしさあさあ、すいません、もう一回今日ですねカップルでお越しの方かなりたくさんいらっしゃいます。時々こんなカップルがいます。女性の方がピッと財布を開くと隣にいた男性がイエーシカロカロ出す、じゃあいいよ俺が出すよ。これは肌から見てるとかっこいいって感じですけど、私たちから言わせていただくと、すみませんがそこは二人別々でこういう話すると冗談かなと思う方いらっしゃるかもしれませんが、ワンワン探す皆様お一人お一人の気持ちで支えられております。そして一頭でも多くの辛い学校を持つワンちゃんを救えるよう、これからも日本全国で声を行っていきたいと思います。どうぞ皆さんこれからもワンちゃんたちに大きな応援どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。